レンダメンは、ピクサーアニメーションスタジオによって開発された、レンダリング用のソフトの一群。ピクサーは1986年、ルーカスフィルムのコンピュータアニメーション部門を、スティーブ・ジョブズらが買収して設立した会社であるが、レンダメン自体の開発は、ピクサー設立前から、コンピュータグラフィック研究者であるエドウィン・キャット・マル、らによってなされていた。元々の構想は、 CG 業界の標準となるレンダリングインターフェース言語の構築であり、そのシェーディング言語のフォーマットそのものがレンダメント、呼ばれていた。その後、ピクサーイメージコンピュータというピクサーが販売していた画像処理専用の高性能コンピュータに搭載されていたレンダリングシステム、レースをリブフォーマットへの対応を中心に改良したものがフォトレアリスティックレンダメントして商品化され、 アビス、ターミネーター2で使用されたことで注目を浴びた。2005年には、マヤのプラグインとして機能する連打面4マヤが発売され、GUI による設定が可能になった。現在も、技術更新が継続されており、フォトリアリスティックな 3DCG を制作する上で役立つことから、ピクサーの CG アニメーション作品は、もちろんのこと、ジュラシック・パーク、スター・ウォーズ、 ロード・オブ・ザー・リングなどのハリウッドによる VFX では、不可欠なレンダリングツールのデファクトスタンダードとなって、随所で頻繁に使用されている。この結果、映画産業への多大な技術的貢献が評価され、開発者のキャット・マルラには、アカデミー賞が授与された。ピクサーがディズニーに買収されたことによって、現在、レンダメンは、ディズニーの資産である。 レンダー面 21X 以前レンダー面22でライブレンダリングのためのインターフェースが旧来のリブ形式から新しいライリーインターフェースへと変更され商用顧客を優先するためとしてブレンダーへの対応を後回しとした。レンダーン20以前昔はレイエスレンダリング RSL シェーダーのレンダーン使用が VFX 業界における レンダリングのデファクトスタンダードとなっていたが、その後、モダンパストレーシングレンダラー、アスロシェーダーにとって変わられたため、レンダメン20以前のレイエスモードのみにしか対応していない、サードパーティー製ソフトウェアも多い。また、過去には、パワーアニメーター用のアトアプラグイン、マヤ用のマヤマンプラグインやリキッドプラグイン、ライノセロス用のライノマンプラグイン、ライトウェーブ用のライトマンプラグイン、 3DS Max 用の Maxman プラグインや p a x l e n d e s プラグイン、Softimage 用の Softman プラグイン、ポーザー用のポーザーマンなども存在していた。古くよりレンダ面の仕様がレンダ面インターフェース仕様として公開されていたため、レンダ面には多くの互換レンダーが存在した。過去には DGS レンダーラー、サナート、ヤマン、ピクシー、エンジェル、 アクシス、レンダダートク、BMRT、エントロピー、サンデライト12以前、エアーなどの互換レンダラーも存在した。なお、過去に、ピクサーは、互換レンダラーの一つであるエントロピーの開発元エクスルーナ社を、レンダメンの特許侵害等で訴え、販売差し止めにしている。その他、変換ツールを使用することでレンダメンとの互換性を、確保したレンダラーも存在する。 NVIDIA のジェラートは別途提供されたリボラとおよび RSL2gSL を用いることでレンダーメントの互換性を確保していた。また、サイドエフェクツソフトウェアのフーディーニに搭載されているマントラレンダラーは独自のベックス言語が RSL に近いほか、ルマンズ、スローにおっとる、パイを通すことでレンダーメントのシェーダーバイナリーの互換性を確保していた。なお、 互換レンダラーであってもコマンド名やコンパイル済みシェーダーの拡張子は衝突しないように異なったものとなっている。2014年にリリースされたレンダメン19ではアスロシェーディング言語対応のパストレーシングレンダリングであるリモードが搭載されるようになり2016年のレンダメン21以降は旧来のレンダメンの仕様であったレイエスレンダリング及び RSL シェーディング言語が廃止されて、リモードに一本化された。これにより、旧来の互換レンダラーとの互換性が失われた。なお、レンダー面互換レンダラーの一つであった 3D ライトは2013年の 3D ライト11以降パストレーシングモードを備えており、2017年の12.5以降は、アスロ言語にも対応するなど一部の互換性があった。 ブレンダー向けの公式レンダーンアドオンは、古いサンデライトアドオンを元にして作られた。レンダーメンは2019年の22.5以降、アメリカドルのハイドラレンダーデリゲート対応レンダラーの一つとなった。ハイドラレンダーデリゲート対応レンダラーについては、ユニバーサルシーンディスクリプションレンダーバックエンドを参照。AB 原則的に C などの 汎用プログラミング言語を除く旧フォトレアリスティック、レンダメ面、ハットフーディーニア、チネマ 4D などで使うこともできたフーディーニア、チネマ 4D やブレンダーなどで使うこともできる。エアーストリームマイヤー2、エアープラグインハット、ライノエアプラグインハット、リブモザイクアドオン、マンゴープラグインハットアマレット、プラグインハットパイソンベース、3D ライト13以降レンダメ面のマイヤバ版には、 RSL シェーダー構築ツールのスリムが付属していた。互換レンダラーでは、エアーレンダラーがビシェードを付属していた。その他、単体の RSL 構築ツールとしては、シェーダーマンやシュリンプが存在した。ありがとうございます。